皆さん、こんにちは。とりとりチャンネルの、とりのすけです。早速、前回の続きからプレイを進めていこうと思うよ。現在は、1570年5月。長かった毛利との戦を終え、四国攻略に本腰を入れ始めたところで、信長包囲網が始まり、足利や浅井などと手切れになってしまったという場面。まずは、大友家に対して、同盟の申し込み。さらに、朝倉の心象が改善していたので、再度同盟を申し込んでおいた。先月、包囲網が発生した時に、一旦交渉が破断したんだけど、進言を続けていたおかげで、再びチャンスが巡ってきた。感情を配ってから、工作で密使の設定。金銭収入もかなりいい感じだし、密使に使う人材的にも、そろそろ始められる頃だろう。とはいうものの、なかなか引っかかってくれそうにないな。お、浅井はいけそうだな。松永もダメ。鈴木もダメ。結局、河野と浅井の2勢力に対してのみ、密使を設定しておいた。第三吉野攻城戦の方は、特に城主交渉の好機は訪れておらず。まあ、しゃあないな。時間を進めるよ。今のところ、織田に対して、各勢力が軍を起こす気配はない。浅井家で一人引っかかった。直後、伊沢城の兵が逃げ出して、城は陥落。結局、長宗我部軍の到着よりも早く落とせたな。栗山軍は、桑野城へと向かわせるよ。さらに、ちょうど、昭随城の交渉後期の報告が目に入ったので、城主交渉を申し込んでおく。第三吉戦は、タイミングが良かったこともあって、結構あっさり終わらせることができそうだな。一つだけ、桑野城を落とすのは、有岡城の陥落を待ってから、ということに、気をつけておこう。ちなみに、ここで初めて、中部地方伊東の様子を見たんだけど、武田家が、上杉北条に食われて、めっちゃ西に押し流されてる。こりゃあ、正常作戦どころじゃないな。まあ、うちには大して関係のない話ではあるんだけどね。信長に味方した三浦家としては、織田家に対するプレッシャーは、少ない方が都合がいい。さて、ちょっと脱線したけど、プレイに戻るよ。今確認したのは、毛利に対して宣戦布告できるかどうか。講和したのは確か1月だったので、あと1ヶ月は講和期間が続くことになる。さて、それでは内政を始めますかね。まずは感情を配りましょう。次に、先月工作に引っかかった、浅井家の武将を確認。脇坂康春は、武部山城に所属しているらしい。ただ、浅井領に深入りしてしまうと、信長を怒らせてしまうのでは、という不安がある。で、思いついたのが、織田家との婚姻同盟。宴席になっておけば、滅多なことでは敵視されなくなるはずだ。そんなわけで、10歳の冬姫を嫁にもらいます。よしよし、これで、東側の心配がだいぶ薄れたんじゃないかな。あとは、信長の反撃とタイミングを合わせて、どこかの家臣団を奪えそうだったら、奪えるように敵に動くとしよう。まあ、とはいえ、実際に動くとしても、婚姻同盟が成立してからだな。兵糧だって、今はギリギリ持っているけど、決して余裕があるわけじゃないんだ。最後に、進言できる勢力がいないか確認してみたけど、西側への勢力拡大は、特に行っていないので、大友以外の九州三強には、未だコンタクトは叶わず。時間を進めると、毛利家の、いつものやつ。続いて、昭随城の城主交渉。よっしゃー。県政様を、城主投降でゲット。そして、三浦貞弘軍は、これにてお役御免。一部隊だけ入城させて、残りは帰城させるよ。ではまた時間を進めます。先月申し込んでいた、大友との同盟が成立。続けて、三好家の桑野城に、栗山軍が到着。強行で約70日だった。これなら、桑野城が三好家最後の城になりそうだな。織田家との婚姻同盟も成立。そして、月が変わって7月に突入。先月末に、有岡城を明智軍が落としてたから、三好家臣団を三浦家が手に入れることは、確実な状況となった。三好家臣団、36名が手に入れば、質はともかく、1城あたり3名以上の武将数になる。7月になったので、毛利家とも戦争が可能になった。讃岐の城2つは、できるだけ早く確保しておきたいな。
いつものように感情を配った後、織田家周囲の状況について考える。包囲網のイベントが起きはしたものの、戦争は全然起こらないんだよな。仕掛けたのは、包囲網を仕組んだ足利側なんだけど、逆に織田家側の方も、包囲網発生前から出陣させていた明智軍以外は、全然軍を動かさないんだよね。そういうものなのだろうか。とりあえず、時間を進めます。明智軍はあっさり解散した。そして、そのまま何事もなく、月が変わって8月になった。ちなみに、現在、プレイ開始から約2時間半程度。さっきも見たけど、現在の三浦家の拠点数は34。確か、末盛織田家編の時に、プレイ開始から2時間くらいで、拠点数が40くらいだった記憶があるから、やっぱり、前回より30分くらい攻略が遅れているっぽい。この志ご内緒きたー。対象は織田家か。一瞬、うちかと思っちゃったよ。でもまあ、特に変わり映えはしない感じだな。河野大祭恩寺は、不参戦。っていうか、参戦してたはずの戦から、弾き出されたっぽい。織田方についたはずの戦が、表示から消えてる。でもまあ、特に体制に影響はないかな。武田家の正常作戦も、起こらないみたいだしね。つうか、うちと朝倉の同盟は、いつ成立したんだろう。後で録画を見直してみたら、今年5月、伊沢城を落とす直前くらいのタイミングで、同盟成立メッセージっぽいものが、スキップされてた。ついつい、クリックでメッセージをスキップしてしまいがち。ここから少し、毛利攻略をどう進めるか、考えていたよ。来月、兵糧が入ったら、まずはさぬきの2条の攻略からだな。そして、桑野城が陥落。三好家を滅ぼして、家臣団を手に入れた。栗山軍は、一部を入城させて、残りは解散。来るべき毛利攻略戦に備えて、栗山善助隊、他一部隊を入城させておいた。どうせなら、前線に優秀な武将を残しておいた方がいい。蘇郷城と天霧城は、二つの軍で同時攻めすれば、割と簡単に落とせるんじゃないかな。兵数もそれほどいないし、無理に決戦に持ち込むつもりもない。普通に囲んで、普通に落とすつもりだよ。前回の毛利との戦では、決戦に持ち込んで、失敗しまくったからな。これは、竜造寺のイベント。スキップしたよ。そして、季節が変わって秋が訪れた。桑野城で、一騎発生。でもこれは、落としたばかりの城だから、しゃあない。さてさて、今回の制約フェーズについては、早送りでお見せしていくよ。まずは、織田家周りの状況確認。浅井軍は、織田軍にカウンター食らいそうな感じだった。続いて、我が三浦家は、毛利に宣戦布告。蘇郷城に向けて、黒田官兵衛率いる第一の軍、約7000を派遣。続けて、瀬戸内を渡る、第二の軍を編成。村上武義軍、約9000を、天霧城に向かわせたよ。それでは時間を進めるよ。毛利家の大名、劉備無冠。続けて、毛公号令。大友が毛利に宣戦布告。これは、控えめに言って、最高のタイミングだよ。浅井対織田の決戦は、織田軍の勝利。武将がまた一人河野家に引き抜かれた。これは、蘇郷城の攻城戦。水攻めもできるんだけど、農地にダメージが入る仕組みだった気がするし、包囲でもいいんじゃないかな。どうせそのうち、城主交渉できるようになるだろ。さてさて、大友対毛利は、どんな感じなのかな？大友軍約3万が、小倉城を攻めるために進軍中で、その迎撃のために、毛利軍約2万5000が出張っているという状況。この臭みという軍で決戦らしい。どちらが勝つかはわからないけど、とりあえず、大チャンスであることは確か。理想を言えば、大友軍にギリギリ勝ってもらって、小倉城だけ落として、その場で解散してもらい、その間に、周防、長門の毛利の城を、すべていただく、というのが、我が三浦家にとってはありがたい。よし、それでは、大友への援護射撃という意味も込めて、茶々を入れる準備をしていくよ。まずは、毛利家の城の、攻め口の数をチェック。結果、清末城だけが3口で、他はすべて2口だった。続いて、唯一兵が残されている高津城に、軍を送る。この軍は、あまり大規模にせず、
高津城の兵だけで対応できると、敵方に思わせる。続いての軍は、嫌がらせ。徳山城に軍を送って、そこから出撃している敵部隊を騎乗させた。そして、最後は普通の工場軍を送り込んでみる。ただ、そうすると、毛利本軍が、徳山城の防衛に来るっぽかったので、一旦待機することにした。それではこれで時間を進めるよ。織田対松永は、織田軍の勝利。黒漢が、河野で一人引っ掛けたらしい。毛利本軍も、大友の迎撃に再度向かったっぽい。よしよし、流れは悪くないぞ。まずは、讃岐の状況を見てみよう。天霧城は、普通に囲んで落とすつもりだったけど、ちょっと兵糧を節約したいし、決戦できたりしないかな。攻め口は3つなので、3部隊いればいい。現状6部隊構成なので、少し帰らせるよ。とりあえず、2部隊減らしてみることにしようかな。あんまりギリギリの戦いはしたくない。でも、敵軍に撃って出てくる気配はなし。もう1部隊減らすか。兵数が一番多い部隊を、騎乗させてみるよ。よし、決戦になりそうだぞ。これで、天霧城をサクッと落とせるかもしれない。続いて、岩見の国、高津城の攻略状況。徳山城に帰ってきた部隊が、高津城の兵と合流するっぽい。一方、少し数が減った毛利軍は、若干不利な状況で、大友軍約3万を迎え撃たねばならない。兵数上限的にも、大友の大軍が生きる広い戦場なので、大友軍が勝って、小倉城を落としてくれるだろう。あとは、決戦が終わったのを見届けてから、徳山城に軍を向かわせればいい。織田家の状況はというと、現在は、浅井、松永、本願寺あたりと交戦中。優位に戦を進めているっぽいな。この調子なら、三浦家が手を貸してやる必要もないだろう。時間を進めるよ。大友軍の集結が完了した。もうすぐぶつかるぞ。あら、こっちが先だったか。小早川隆景の軍に、勝ち確で勝利。ただ、隣接軍での決戦になってしまったので、即完は望めないかも。黒漢が囲む蘇合城は、残り約2ヶ月半。なんだかんだで、讃岐攻略も結構時間かかりそうだな。それでは、大友対毛利の様子を見ながら時間を進めよう。来たぞ。決戦だ。って、お前かい。天霧城の攻城戦は、強行で57日。さあ決戦だ。毛利軍が勝ったっぽい。マジかよ。部隊の強さとかは、だいたい一緒くらいだと思ったけど、やっぱ、大将の差なのだろうか。さすがは計り神だな。まあ、とはいえ、さすがの元成軍も、5000弱までは削られていたから、こちらの攻めを受け切ることはできまい。というわけで、徳山城攻略軍を編成するよ。三浦貞弘軍約1万1000を、徳山城に派遣し、高津城攻略軍にも、新たな部隊を加えて兵を増やしておいた。それではこれで時間を進めるよ。毛利が大友に勝っちゃったから、小倉城の扱いが、宙に浮いてしまったな。織田対西下衆は、織田家の勝利。続けて、畠山対織田も、織田家の勝利。包囲網で戦意を刺激された弱小勢力たちが、次々と血祭りに挙げられてる。さて、月が変わって11月に突入。今月の制約フェーズは早送るよ。いつも通り、艦上を配布してから、織田家周辺の状況をチェック。その後、毛利攻めの方もチェックして、準備完了。時間を進めていくよ。毛利軍に動きがありそう。あれ、なくなった。これは、織田対足利。織田家が勝った。徳山城下での決戦。よっしゃー。しかも速完。元成め、大したことねえな。そうしたらば、三浦軍は鴻峰城に向かわせよう。と、思ったんだけど、吉川元春軍に動きが生じそうだったので、三浦軍を動かすのは、高津城下での決戦の後にすることにした。そして、高津城下での決戦。よしよしよし。こちらも勝利したぞ。ただ、速完にはならなかった。強行で約1ヶ月。
まあまあ、このくらいは想定内だ。それじゃあ、三浦軍を動かすことにしよう。鴻峰城到着予定は、14日後。そして、さっき報告で、どこかの城が城主交渉の後期になってるのを、見た気がする。そう思って、具身城を確認してみると、天霧城で、後期が到来していた。うーくす、こっちじゃなかった。蘇合城は、あと1ヶ月くらいで落ちるっぽいな。そして、今度こそ、天霧城で城主交渉を申し込んでおいた。ちなみに、再度確認してみたけど、蘇合城の交渉後期は、まだ来ておらず。それなら、もう少し待ってみようかな。これは、織田対足利で、織田家の勝利。そしてそのまま、幕府滅亡イベント。足利家が、滅んじゃったよ。続けて、安土城完成イベント。室町幕府滅亡と合わせて、史実よりもだいぶ早い展開だな。それにしても、この天下布武シナリオでも、条件が揃えば、信長包囲網とか、幕府滅亡イベントが発生するんだな。天下布武シナリオをプレイしたことは、これまでにもあったけど、初めて見た展開な気がする。まあまあ、合唱のご内緒を食らう可能性がなくなったから、こちらとしてはありがたいけどね。さて、蘇合城なんだけど、城内の兵糧は、残り1ヶ月切ってるし、交渉を試してみるよ。さすがに確率が低いな。おお、成功したぞ。36% だったけど、城主投降できた。しかも、投降させたのは、丹波の赤鬼。素晴らしい戦果だな。ちなみに、蘇合城を落とした黒漢の軍は、近隣の城所属の部隊だけで構成されていたので、そのまま騎乗させておいた。こうなってくると、大毛利の先、長宗壁征伐が見えてくる。白地城の周りに準剣城建設して、城下決戦で、長宗壁軍を一網打尽にしてやる。それにしても、もう2時間40分か。4時間クリアは、さすがに厳しそうだな。せめて、4時間半くらいに収めたいけれど、うまくいくかどうか。そうこう言っているうちに月が変わって、12月になり、冬が訪れた。家宝を売りに来てくれたので、安い方の茶道具を買っておくよ。今、武神城で、高津城の交渉後期が訪れてる、って報告があったな。早速申し込んでおきましょう。うまくいけば、敵城主の清水宗春を、今度こそ投降させられるかもしれない。さて、それでは、残りの戦略フェーズは早送りするよ。まず、交渉で、朝倉との同盟を延長しようかと思ったんだけど、心象が下がっていたので、神前の使者を送っておいた。また、今月から新たに、徳川と雄三寺に対しても神前を開始した。続けて、工作の調整、勘定の配布、対名の闇取引、そして、兵糧の購入を行った。それでは時間を進めるよ。毛利家の、いつものやつ。これは、天霧城の城主交渉。お相手は、小早川隆景。よっしゃー。元就の息子を寝返らせることに成功した。また、讃岐を支配下に置いたことで、長宗壁攻略に向けた準備が可能となった。村上軍は、一部隊を入城させ、残りは解散。時間を進めると、三浦軍が鴻峰城に到着。方位で43日か。悪くないよ。お次は、高津城の城主交渉。お相手は、清水宗春。よしよしよし。忠義に厚い清水宗春も、我が三浦家の軍門に下った。毛利家の命運が尽きる日も、そう遠くないということだな。さて、明石照純軍なんだけど、ここはあえて、静木城ではなく、その奥の、清末城に向かわせることにするよ。敵領を突っ切らなくちゃいけないから、時間はかかるんだけど、手前の城でもたついている間に、大友家が軍を送ってきたりしたら、困るからね。それではまた、時間を進めていくよ。織田対本願寺は、織田家の勝利。秋月家が滅んだらしい。おお、秋月を滅ぼした雄三寺軍が、小倉城に向かっている。これはいいじゃないか。山陰で、大雪被害発生。今回のプレイでは、天災によく合う気がするなぁ。徳川とも通商協定を結んでおいた。お、森田兵じゃないか。優秀な武将を登用できたぞ。いやぁ、それにしても、小倉城を、九州の勢力に取ってもらえるようで、一安心だな。
ちなみに、河野峰城の甲状腺は、交渉後期の報告はまだなかった。それでは、制約フェーズを済ませるよ。感情を配布した後、工作で引っ掛けた本願寺の武将を、上司確約で釣っておいた。河野や長宗壁で引っ掛けた武将は、とりあえず保留。織田家の状況を見る感じ、包囲網の危機はほぼ脱した様子。続いて、白地城周りに準剣城建設。大名の黒くは召集も使っておいた。そして最後に、闇取引を行って2回成功した。これで、やるべきことはあらかた済ませたんだけど、河野峰城の敵方の兵糧が、もう残り少なかったので、上司交渉を試してみることにした。が、誤ってクリックを連打してしまい、大して優秀でもない投資様を、交渉に派遣してしまった。案の定、全面解放でも失敗。まあ、こんな凡ミスもあるさ。どうせ今月中には落ちるしな。雄三寺軍は、うまいこと小倉城を落としてくれそうだ。長宗壁で、また一人引っかかったらしい。そして、河野峰城が陥落。よしよし、それでは、毛利家に引導を渡してくれよう。三浦軍を雫城に向かわせるよ。我に続け。これで、毛利家を滅ぼせば、我が三浦家が、名実ともに中国地方の覇者となるのだ。三浦軍が、雫城に到着。包囲で81日か。さすがに粘るな。そして、時間を進めると、織田包囲網が瓦解し、月が変わった。それでは、制約フェーズは早送るよ。先月建て始めた準剣所の効果で、白地城下の兵数上限が、13,500 対 7,500 になったので、満を持して長宗壁に宣戦布告。しかし、元地下の用心深さゆえか、軍の兵数が一定以上になると、決戦に応じてくれなくなることが判明。そこで、兵数の少ない軍を、一旦編成しておいた。とりあえず、これで時間を進めるよ。よしよし、迎撃軍が出てきたぞ。続いて、明石照澄軍が、清末城に到着。強行で約2ヶ月半。結構かかるけど、まあしゃあないね。毛利家最後の悪あがき、といったところか。一方、再び隊長曽壁戦線。現在編成中の軍が、5部隊7200名であるのに対し、迎え撃つ長宗壁軍は、6部隊、11700名。現状のままでは明らかに負けるので、この軍に、四国の城から部隊をさらに合流させる。4部隊を合流させて、12700名の軍に仕上げた。元地下軍も、16000名を超えるまで増強したけど、兵数上限的に、12700対7500の戦になる。これなら、勝てる。はず。長宗壁は、高齢の大名、師匠知らずを使ってきた。河野家でまた一人工作に引っかかった。これでもう4人目とかじゃないかな。そして、そのまま月が変わり、3月になった。というわけで、今回の動画は、この辺で終わろうと思うよ。宿敵、毛利家を追い詰め、四国の攻略にも乗り出した三浦家。西国の覇者となる日も近いのか、それとも、今後の展開を、お楽しみに。それでは、次回もよろしくお願いします。鳥の助でした。